ステップ5、リピーター世代。リピーターのの一つの重要な仕事はエラー対策なんですね。そして、二つのことを考えればなければなりませんが、一つ目はロース講師のなくしてしまうことなんですが、もう一つのことは ゲートの操作などのエラー、メモリ操作のエラーにありますので、それが後で説明します。まずはこのロスの状態については話しましょう。そうすると、まあ、2つの方向が、手法があるんですが、一つ目は、Herald d g e n e r a t i o n つまり、電麗による量子もつれ生成ですね。で A の、の、リピーター A が、なんですが、このオレンジ色が、えっと、持っている量子キュービットですが、それを、一つの格子を放出して、で、どこかで途中でなくしてしまいます。まあ、吸収されたかもしれません。で、B のリピーターが待っているので、B は、まあ、届いたはずと思いますが、届いてないので、 A にはいや届いてまませんよとのメッセージを送りますそうすると A は繰り返してもう一回やってみて2回目の通信も,もう失敗しますからいや B もいや届いてませんよとのメッセージを A に送ってそして例えば3回目ができたら B が A にははい届きましたとのメッセージを送ります。これが後天的なメッセージですね。 そうすると、これの手法が、まあ、お互いのリピーターが、が、利用しもつれができたと知るようになります。ですが、これが確率的な手法なので、ちゃんと届くかどうかわからないので、その工程のメッセージは必要ですが、そうすると、双方向通信は必要になります。 で、これが一つ目のやり方なんですが、えっと、もう一つのやり方が,が、えっと、ロスのためには誤り訂正を使います。で、A は一つのキューベット、物理キューベットから始まりますが、複数,複数キューベットには不合格にします。で、それが全ての格子を B の方向に送りますが、まあ、例えばこの4つの中には3つ届いた。で、この1つをなくしてしまった、まあ、控えがあるかもしれませんが、この場合には、例えば B には届いたキューベットの数は足りて、B が,が複合することができます。そうすると、A と B の間には、微押しも連れができたということになります。 で、これが、まあ、一つの論理キュービットなんですが、それが複数の物理キュービットは必要になります。で、これが、この場合には通信のフェーズだけに使いますが、それがメモリーの場合には使っていません。そうすると、これが結論的になりますが、えー、っと、これが片方向の通信は必要になります。そうすると、あの、 それが、ロスの場合な,なんですが、これが、ゲート、メモリー操作の,のエラーについて、それも対策は必要です。じゃあ、それも2つの手法があるんですが、まずは、これも、ピューリフィケーション、生成なんですね。で、A と B の間には複数のキューブのベルペアができてるんですが、1つ目のベルペアが、フィデリティの F1 があって、 2つ目の Bell が F2 のフィデリティがあって、これを使って、例えば2番目のペアを A、1つ目のペアの状態を確認するためには使って、2番目のペアも測定してしまいます。そうすると、残りの1ペアなんですが、これがうまくいってたら、 残りの,のノーベルペアが F1、F2 よりフィダリティが高くなりますので、これがまあ F tilde と呼びます。そうすると、ああののフィダリティが高くなるのは目的なんですが、これをできることは確率的になります。もしかしてこれが失敗することにはなります。そうすると、これを行うためには、双方向、 通信も必要になりますでは、これがまあエラー操,操作のエラーなんですが、これが1つ目の手法があって、2つ目の手法は誤り訂正を使います。で今回にはあのメモリーにも,にもその誤り訂正を使いますが、映画が先ほどと同,同様に1つ目のキューベットを使って、 複合,化に複合化にして複数のキュービットには一、えっと、つの論理キュービットを作ります。そして格子を B に,に,にを通して B のところに届くとその B のところには複合化複合が複合します。そうするとまあこれがまあ適切な,な誤り訂正のことは必要なんですがうまくできたら そうすると、これが、まああの、ディターミニスティックなんですけれども、これが、えっと、う,うまくいく場合に,に,にはと確率的で,で,ではなく、これが決定論的に,になるんでしょう。そうすると、これが、まあ、片方向の通信だけは必要になりますから、まあ、これが、えっと いい技術,技術になるかもしれませんそしてこれがロースの,の,の対策は2つ作っていたんですがあとは操作のエラーについては2つの手法を調べたんですがそうすると合わせると3つの世代を定義してあります1つ目は、まあ、あのこれがロースのエラーとオペレーショナルのエラーでこれはロス対策と操作エラーについて まずは、えっと、ロスの場合には、えっと、伝令による手法もありますし、誤り訂正の手法もありますし、操作エラーの場合にも、伝令によって、それの生成もありますし、誤り訂正の手法もあります。そうすると、この、伝令による、両方は伝令によると、これが 1G、ファーストジェネレーションの微子ネットワークになるんですが、これを、 開発中のシステムです。そうすると、s スはかな,りかなり厳しい問題なので、そのままその伝令による手法は必要かもしれませんが、まあ、操作のエラーが,がうまくできる場合になっていれば、それが誤り訂正に使えるようになりますから、これが 2G、2G のシステムになります。そうすると、その s スの問題は、はえっと、 90%何から数パーセントまでは下がれば、ロスの対策も,もう誤り訂正は使えるようになりますから、これが両方のエラーの,の種類によって、それが誤り訂正使えるようになりますから、3G のシステムと呼びます。で、これが 1G、2G、3G、ま、まあ、1G は今開発中なんですが、もしかして 2G も開発することになると思いますが、 3G はまだちょっと遠い将来になります。これが3つの、の、ピーターの世代になりました。